では予想フォーメーションをご紹介していきます。まずホームの YS 横浜です。こちらは 3-1-4-2 と予想しています。まあ、ただワントップの試合も最近多かったですので試合が始まって確認しようと思います。ゴールキーパーは小池、3バック右から大城、宗近、池谷、アンカーポジションにはキャプテンの戸建、右のワイドに柳、左に船橋、攻撃的な中盤に佐藤、神田を置いてきました。最前線2トップはドカチャールス、菊谷、敦の2人です。ではアウェーのサヌキのスターティングフォーメーションです。こちらも3バック 3-5-2 を予想しています。ゴールキーパーは高橋、最後尾は小松、キャプテンの竹内、遠藤で組みます。アンカーポジションは西本、右のワイドには川崎、左に薩川、攻撃的な中盤は岩本、中村俊太で組みます。2トップは重松と栗田、センターバックの小松や竹内も上がってきています。上がってきたボール、小松を狙いました。こぼれ球、中村俊太が競ります。こぼれ落ちて栗田のシュート、枠を捉えることはできません。早速ゴール前の混戦からチャンスを作りました。アウェーのサヌキ、後ろからドダテが来ました。左に展開、船橋です。船橋カットイン、右足打ってきた、キーパー高橋触りました。徐々に攻撃の形を作ってきています。ホームの YS 横浜です。
川崎が入れます。小松折り返して中村のシュート、中には宗近、大城、池谷もいます。池谷のところこぼれて、これはゴールキックです。から重松です。追い越してきたサツカーのクロス、西本こぼれて栗田押し込みました。2試合連続ゴール、栗田マークアジェイ。さぬきが徐々に相手陣内でのプレーが増えていた時間帯、西本のヘディングが栗田の元に行きました。最後は小池の股の間、重松落として中村、栗田右に振ります。岩本、川崎のクロスからフリーだ、向こうから詰め込んだ、見事に詰めました重松。両フォワードがそれぞれ得点。最後人数も入っていました。どだても長いボール、フリーになりました。宮内は打ってきます。重松が77分に追加点。こぼれてきた右足打つ、1点返しました。ピーダーセン、土壇場でまずは1点を返します。ニアサイドに思いっきり振り抜いていきました。ここは高橋も触ることはできません。もう一度船橋入れてくる、ピーダーセンヘディング、ゼムノビッチ監督はもう試合終了してくれというアピールです。97分を回っています。ロングボール、ここで長い笛、試合終了2対1、アウェーのさぬき4試合ぶり、1ヶ月ぶりに勝利を挙げました。パモパモ、サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。